うーわ来た、やばいの来た。みんな旦那様がね、どれほど強いか分かるやつだ。いかほどやべえやつが来たぞ。これが一番、一番やりやすいね。これが一番やりやすい。これも強いよね。でもあの配達人に弱いからさ、配達人に弱いからさ、他のね模倣者はねまだいいけど、うん、他の模倣者まだいいけどね。何これ、重これめっちゃずれてる、超重いわ。やだ、みんな112便だ。みんなやだよ。112便だー。うわー、112便だー。旧仲間か。はぜろー、ほおずき丸、はぜろ、ほおずき丸、はぜろ。タスク1ずれてたの。タスク1ずれて、ガッチリガッチリ解読してたから、タスク1ずれていいのか、ガッチリ解読してたから俺。必殺先っちょ、私ハゼロ、ホオズキマル、カモカモ爆発した。あー、の二人死んでる。香水かけるぞ。あやあ、何これ、甘すぎやろがいが死んでるわ。爆発した、爆発した、うん。人間様のその醜いところを見たかったけど、まあ近づきすぎると怪しまれるからの。緊急中、花火は出せりまして。弾けて混ざれ。誰がいたか覚えてない。4番は近くにいたかな。はい。9番模倣者。じゃあ、花火いるってことは、え、みんな3人死んでるやん。名前でいる気。誰からかわかりません。もううますぎてやばいね、俺の花火。パーン、もう分かんないのよ、もう。2に渡しました。はい。で、2死んでんの？あ、エミリー。エミちゃんがおるよ。味方死んでて草。エミコ。大阪の、大阪のキング、エミコ。エミちゃん。反撃されたから味方い。上沼エミコ。美しい花火師。お庭で祈ってました。やば。やば、こいつ。5、8番さん見た。お庭で祈んなや。花火は分からない。今回日本人多いですね。配達員がいるのか。美しい花火師。なんか最近の配達員たちって湯漏るようになったんだよね。みんな知ってた？俺も配達員やるときってさ、最初らへんはおとなしく過ごすのが一番いいんだよ。一派と同時に再犯。一派と同時に再犯されまくった庭師衣装。だからリッパーはそんなに珍しくないってことか。モニター最終で7見たよん。残った方が殺しやすい。このキル数的に配達員、配達員イモイモなんだ。キルが早すぎる。庭師の会長は結構復刻。電気室でタスクしてるのを見守ってたら6に花火渡された。残り6秒とかだったかな。だから結構回したんかな。みんな6秒でギリギリやん。だ、2番さんもすごいね。急いで近くにいた3に渡した。3ごめんね。配読室には6と3と2と、あと誰がいたか覚えてない。可愛い女の子を配達。集まったらもう危ないんだよ。ね。緊急時に花火か。私もその場にいました。花火はもらってないです。あと配達にいそうですね。キロが早すぎる。4、5、6が同じぐらいに緊急始めました。はい。私の隣は、飛んだのは、覚えてます。で、さんが、外側。ワッツァイ！ワッツァイの隣は、ヨナの覚えてます。ワッツァイ。かもしれないかもか。ワッツァイってアニメ、ワッツァイ。うわお！かわいい女の子の配達したい。かもしれない。かもかも。ワッツァイ。ワッツァイ！庭師の会長は結構復刻来てるっすよ。これ会長なんや。要はなぜシャワー室と言った？大草原。最終位置僕ない？西シャワー。もう一回シャワー行った。なんでシャワーって言ったのって言って、また西シャワーって言ってるさ。これもう言葉
ま通じてないよ俺たち外国人とね。さーって複数人いないとダメだな。複数人いないと、まあまあいいか。どっか行け、どっか行け、どけ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 。わからないふりするの。どどどどどけい。配達員にやられなきゃ。配達員やらなきゃいいね。配達員怖いな。イノシシプレイ。鍵師かあいつ。あいつ鍵師やみんな鍵師。あいつ鍵師。やばる。鍵師だ。鍵師。鍵師や。あいつら、あいつらやれよクエスト。あ、消えた。消えた。鍵師、鍵師。鍵師明中だったんか。鍵師女の子やったわ。鍵師アピールやね、あれね、完全に。ちょっと今の、今回のあの、緊急ダスク良くなかったな。アドバンテージ取れてないわ。鍵と見せかけての。アドバンテージ取れてへん。遅いか。怪しい俺。人いねえな、みんなこれね。頑張ってるかな、あいつら。あいつら頑張ってる？炎をつけよう！ジョーゴの火山頭につける。ジョーゴの火山頭に。まだおるんちゃう？あいつら。女の子これ。すご。休憩行こうか、みんな休憩。休憩行きまーす。お前は強い。火をつけるの見てたら。最強にハイな遊びをやるぜ。最高にハイだぜ。ふふ。8万寄せ、8万、8万寄せ、8万。みんな人。ふぅーふぅー時計だ。ふぅーイエーイイエーイ。ふぅーはははは。これフリーザ様。これなんで、なんで誰も言わないのこれ。殺人を似合って。ハハ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 ハ。何これ、何これ、何これ、誰か通報しに行けよ、早く早く通報しに行けよ、誰か俺を止めてくれ、誰か俺を止めてくれ。グロい配達員待ち構えじゃな。いっぱい死んでる、早く通報してくれ。みんなこれ配達におるわ、終わらんから。病的な殺人犯7に渡された7自爆だ。僕は7に近づいて7は爆発した、でも黒も死んでる。2番見てるやろ ?2 番でも黒も死んでる。縛りのゲームか。どういうことだ。
7と8がすれ違ったと8が爆発した。7が黒かと思ったが、その後5が7に近づいて7を爆発した。4は誰とも接触しないので花火ではないと思う。でも黒も死んでる。2、あなたは見たよね。私はしてる。その前に7が私に近づいてますよね。私遊んでましたぞ。7に花火を出されて返しました。これ配達員おるぞ、みんな配達員。バレてない、怪しまれてないの笑う。コープスパティ7、一応この2番は俺だと思ってる可能性あるよ。5か7に近づいて7を爆発したって書いてるからね。バレないこと。いうケースね。殺人鬼わら。配達員殺した可能性や。配達員休憩室であんだけ花火ちそうに誰も通報行かないの、えぐ。4が配達じゃない、キングスマンみたいだ。2番、私はお前を信じる。花火大会すごか。俺 PC だからさ、渡された瞬間に俺連打でね返してるから。自分に言ってないといい。最初の殺人草。てか4番がさ、2番信じるっつってね、みんな2番何も動いてないのに4番すでにチェック入ってるって、お前どう信じるんだよ。2番ね、投票するか投票しないかまださ明言したいのに、お前なんでチェック終わってんだよ。お前次やる、言ってることとさやってること違うじゃん。お前やる、やるからね。配達におるじゃん、みんな配達に。マジで配達におるよこれ絶対。言ってダメだって。伝説の花火、配達におるって。配達員じゃないかな、配達におるって。4、これあとどうすんだよ、これ無理やん。あの日見た花火師をが配達員怖すぎるよ。なんやねん。チャンス来た。やられた。あいつ狩人や。これ来ない。狩人が保安官や。くっさー。くっさエミリー。エミリーにやられた。うぜえ。うっそー。パン。チャンネル登録。こうや、チャンネル登録。チャンネル登録。はい、登録。高評価、高評価、登録＆高評価。は